武井さんはこれはやらないと決めてることはありますか？優先順位はどう判断してますか？だって。これはやらない？まあ、酒飲まない。うん。酒飲まない。うん。あの、芸能の仕事やってるうちは酒は飲まない。なんでかっていうと楽しいから。やっぱり酒飲むと楽しいから。うん。ね、女の子も酒飲んでさ、柔らかくなるしさ。男同士でもお酒飲んで、みんなでわーってやったら楽しいしさ。うん、で酔っ払ってさ、ふわふわってしてる時も気持ちいいしさ、そんな時間を今過ごしたらさぞかしタレントのみんなと飲めてとかさ、可愛い女の子と飲めたりとかして楽しいだろうなと思うけど、でも今をピークにしたくないからしない、うん、今はやっぱり自分の人生をより高いところに運んでいくことと自分の能力を削らずにさらに増やしていくっていうことにもう全フォーカスしてるから、とにかくお酒とかを飲んでただ楽しむだけの時間は後回し。それはもう50代60代になってから十分できることだから、うん、まあ今それをするっていうことも楽しいだろうなと思うし、今と10年後20年後ではさ、うん、全然違うものでね、なかなか貴重なもんだと思うけど、でも今そういう生活をしてる人たちに比べて俺は多分自分を成長させる時間をすごいたくさん取ってるから、50代です。この先の人生でより豊かに暮らせる自分でいられてると思うし、うん、実際30代40代のもうトレーニングもしてない体の人よりまだ俺の方が全然動けるから、多分この先も若い彼らが20代の時のような身体能力でこの先もね豊かな経済力を持って地球を楽しめると思ってるので、まあ、自分が長い期間人生を楽しめる、うん、ために必要なものを優先順位高く扱っております。そんな感じ。